はい、ラメさん、こちらです。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、500円プレゼントを無料で使える送金アプリ、プリンで先着でもらえるキャンペーンの開始ということで、今回は以前僕の動画でも紹介したプリンが新たなキャンペーンというのをスタートしたので、こちらをお伝えしたいと思います。それではまず概要からなんですけども、500円もらえる初めての送金キャンペーンということで、期間は6月の4日から6月13日までということで、すでに今日から始まってるみたいですね。ちなみにこのプリンの中のお金っていうのは銀行口座に戻したりとか、あとは全国の2万5000台以上あるセブン銀行 ATM で現金として引き出すこともできます。で、このキャンペーンの詳細ですね、このキャンペーン期間中にプリンで初めてお金を送った方全員に500円をプレゼントします。お金を送る相手はどなたでも OK ですということで、まだ一応プリンのアプリをインストールしてない方がいましたら、僕の招待コードがあるので、アプリをインストールして、招待コードの入力欄でこちらを入力していただいたら、プラスで200円もらえます。なので、キャンペーンと合わせたら合計で700円もらえるということになるので、さらにお得ですね。そして今回のやり方なんですけども、このプリンのアプリをダウンロードして、銀行口座を登録、または郵送で本人確認を行うと。次にアプリの画面からお金を送るという項目があるので、そちらを選択したら、まだつながりのない方っていうのは、プラスのボタンを押して、プリンの ID とか電話番号でつながりを追加、いわゆるその友達の追加というのをします。やり取りの右下のお金を送るというところをタップして金額を入力したら完了という流れですね。ということで、銀行口座のその登録などの本人確認をしてないとキャンペーンを受け取るっていうことができないので気をつけてください。ちなみにその対応してる銀行口座はこんな感じですね。大きいとこだと、みずほ銀行とか、あとは三井住友銀行、りそな銀行、住信、あとは楽天銀行とかですね。ちなみにゆうちょは対応してないみたいですね。そして注意点なんですけども、キャンペーン期間中にプリンで初めてお金を送った方が対象となるということで、そのキャンペーンの開始以前に送金したことのある方はキャンペーンの対象外となるということですね。次に送金が成立した時点でエントリーは自動的に完了するということ。次に送金金額に関する条件は特にないので、金額は特に決めてないということですね。あとはその郵送の本人確認という方法もあるんですが、場合によってはこのキャンペーンに間に合わない可能性もあるので、できればその銀行口座の本人確認の方がいいのではないのかなとは思います。で、最後に7月末までに今回のキャンペーンの金額の送金予定ということになっております。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。無料送金アプリプリのキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。またですね、先ほどもお伝えしたようにアプリのインストールをしてない方がいましたら、下のリンクからインストールしてぜひ招待コードを入れて特典をゲットしてみてください。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとはツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。